ここまで、クラスター分析の結果、5つのクラスターができましたよと。そのクラスターはこういう 1,2,3,4,5 で、ありますよというお話をさせていただきました。でここからですね、じゃあこのクラスターはどういうマルチスクリーンコードを取っているのというところを集計した結果がありますので、それがこちらのスライドになります。で実はですね、これを集計したときに僕が一番うわっと思ったのは、このアベレージ、ここですね。これ何かというと、これ500人の人が1ヶ月間テレビを見たその全部の時間の中の 24% はスマートフォンかパソコンのどちらかが立ち上がっていた。これ 24% です。これ非常に多いと思います。で、いろんなアンケートで、あなたはそういうことしますか、したことがありますかという経験を聞くと、6割8割こういうの出てきます。ただ実際にアクチュアルの行動データを集計した結果、 24% の時間はこういった行動があったということが分かったのは、今回初めてだと思いますし、ここが先ほど武田が申し上げた本邦初というところです。で各クラスター、じゃあマルチスクリーンどうなんだろうといった、あまり違いがないように見受けられます。みんな 20% 以上はやってると。ただ唯一一番最後に説明した社交的ハンター、ここだけは3割、テレビを見ている時間の3割は、スマートフォンかパソコンを操作しているということが分かりました。で一方でこの 21% 一番少ないのは、探索ナルシストという人たち、非常に情報に対して合目的的、目的を達成するためにコンテンツを探してますよという人たちは、やはり、マルチスクリーンのようなものはことはしにくいのかなということが、ここでは見て取れます。ただマルチスクリーンには2つ種類があります。1つはテレビ番組と連携した行動である。もう1つはテレビ番組の内容と連携してない独立した行動である。この2つあると思います。これどちらも非常に重要な行動だなと思います。ただ中でもその連動した連携した行動というのはより重要ではないかということもあったので、最後にじゃあ連動した行動の中でマルチスクリーン、というかそのオンライン行動はどういうふうに発生しているのかということを見たのがこちらのチャートになります。これ実は2013年6月4日のワールドカップですね、アジア最終予選で、この500人のうちこの番組を見た人たちの、検索行動とシェア行動が30秒単位でどう起こったかということをプロットしたチャートになっています。これですね。でこれ見ていると情報検索行動はこういうところでなんかピークがあると、シェア行動、メール、SNS はこういうところでピークがあると。これ一体この間何があったんだろうというと、こういうことがありました。でこれ検索行動はオーストラリアが何かをやった時には検索が起こっていて、日本がゴールした、日本がピンチだという時には情報シェア行動が起こっているというようなことが、分かりました。でこれ、もっともっと深く見ていくともっと面白いことが分かるかなと思うんですけども、ここで一つ言えることは、やはりこれってテレビ番組のコンテンツの内容に即したオンライン行動というのがやっぱりこうやって発生するんだなと、これがこう誘引することができるんだなということが見て取れると思います。でその中でじゃあこの行動をリードしたクラスターっていたのかというところを最後に見てみました。そうするとこういう結果が出てきました。でこれは何かというと、やはりこれ見ていた人たちの何パーセントがこういう行動を取ったかということなんですが、社交的ハンター、これマルチスクリーンが一番多い人たちということで、ここが大きい数字になっているのは分かるというふうに思います。一方で探索ナルシスト、この人たち先ほど申し上げたように一番マルチスクリーンの少ない人たちでした。ただやはりこういう番組に対しては、合目的的に単純にリーンバックでテレビは面白いなと思って見るのではなくて、分からないことがあったら調べるし、面白ければ誰かに伝えようというそのイベントとしてそのテレビ番組を理解をしていて、見ているのではなくて参加してるんじゃないかなというふうに思いました。ということで、それ以外のクラスターの人たちも、半数以上はこういう行動を取っているということはここで見て取れるんですが、とはいえやはりその他にこの2つに比べると低調であるということは否めません。ことほどさようにですね、クラスターによって、マルチスクリーン行動というのは違うんだなということが、分かっていただけたかなというふうに思います。